はい、ユーデックスです。さあ、このですね、ユーデックスプランツスタイルというね、多肉植物ね、の、このチャンネルなんですけど、このチャンネルはですね、実は、約今半年ぶりにのね、投稿となっております。なんでね、もう半年間、投稿していなかったっていうね、ところなんですけど、まずね、このチャンネルを簡単に説明すると、まあね、今から4年ぐらい前ですね、から、ね、このチャンネルを立ち上げました。まあ、まず最初はね、観葉植物とか、まあ、いろんな植物をね、いろんな品種を紹介したりとか、ね、育て方とか、いろいろとね、コンテンツを持って、紹介していましたが、ね、最近ではですね、アロエディットというね、アロエ専門店を立ち上げました。で、そこでイベント出展などをしていきますというね、お知らせをしながら、最近ではですね、アロエに特化したそういったね、専門チャンネルとしてもですね、いろいろと、皆さん、視聴者の皆さんに見ていただきましたが、ね、約半年前にね、一回ストップをしていました。まあ、というのもですね、僕はですね、この、まあ、植物の事業と別にですね、イベントの、仕事もしています。まあ、イベントといってもですね、僕はですね、音響の、お仕事をしています。まあ、なので、そこのね、まあ、いろいろと、二つの事業の両立みたいなところも含めて、ちょっとね、一旦、ね、ストップをしていました。で、今年ですね、実はですね、もう5月にイベント出展が一つ決まっております。なので、今回はそのね、イベント出展への向けての、このお知らせと、まあ、僕のこの、約半年間、今何をしていたかっていうのを、視聴者の皆さんにお知らせしていきたいと思います。はい。じゃあ、まずですね、1点目、まあ、半年間、この以下、ね、活動を停止した、このね、動画投稿をストップしている時期、何をしていたかというと、僕自身はですね、この、アロエディットっていうね、アロエ専門店を、立ち上げてからね、約、もうね、今から1年が、経とうとしています。まあね、まあ約、去年からですね、これ動き始めて、ね、去年もこの5月の時にですね、イベント出展決まっていたんですけど、天候にね、ちょっと恵まれなくて、中止をしてしまったというのがありました。で、そこからですね、ちょっとね、自分の中でも、アロエね、専門店ということなので、アロエのね、勉強したりとか、アロエをね、もちろんいろんなね、植物を、アロエのいろいろな個体を、ね、所有して、自分の中でもね、栽培の、テクニックとか、そういったところの勉強もしたいなっていうところで、秋からですね、そういった、アロエを、ね、自分なりにですけど、いろいろな育て方のチャレンジをしていました。まあ、というのも、やっぱりね、植物っていうのは、人間で育てていく、上でですね、やはり、植物によって、どういったものがベストなのかっていうのをね、一番に考えなきゃいけないんです。で、やはりね、僕も、植物をね、イベント行ったりとか、園芸屋さんとかホームセンターで植物をやっぱ買うときに、やはりね、一番はやっぱ枯らしたくないっていうのがありますよね。まあ、なのでその枯らさないために、どうしたらいいのかっていうところも含めて、やっぱ買うてくださるお客様のために、何をね、提供するのか、まあ、ただ単に植物を売るだけじゃなくて、やはりね、しっかりとした、そういった育て方とか、そういったアドバイスなども、お客さんとね、コミュニケーションしながらできたら、一番いいんじゃないかなっていうところで、この半年間ですね、そういった、まあ、スキルとか、まあ、いろいろと自分なりにですけど、いろいろとアロエの勉強をしていました。で、今、まあ、じゃあなぜこのね、動画投稿し始めたかというと、まあね、次からがこの、次の話題になるんですけど、このね、イベント出展が決まったというところです。去年と同じですね、竹豊町、愛知県の竹豊町というところにあります、夢太郎プラザというところがあります。ここで行われる、イベントに出展しています。今まだですね、詳しい内容がね、まだ決まっていないんですけど、一応日付としては、1月の5日、ゴールデンウィークですね、最後の日曜日になると思います。はい。まあいろいろとね、お休みの時期、期間、いろいろとそれぞれ変わっている方いらっしゃるかと思いますが、1月の5日、日曜日です。はい。で、ここでですね、イベントの出展が決まりました。で、そこで、アロエ専門店、このアロエディットとして出展させていただくので、ここではですね、アロエの、ね、専門特化ということなので、今回は本当にね、アロエだけを置かせていただきます。まあ、というのもね、やっぱりいろいろなね、植物専門店とかというね、行ってイベント出展している方も含めて、やはり最近の多肉植物のね、いろいろと人気なところ、アガベであったりとか、ディッキアであったり、サボテンあったり、まあ、結局ね、いろいろな専門店といってもね、いろいろな、こうね、品種のこのね、サボテンがあったり、ディッキアがあったりっていうのはね、
皆さん多いと思いますけど、このアロエリッドは本当にアロエだけに特化したアロエ専門店になります。まあ、なのでね、ホームセンターとか園芸センターとかですね、そういったところでもね、なかなか見たことないんじゃないかなっていうね、品種も、ご用意しています。まあ、というのも、ね、このアロエリッド専門店を立ち上げたのはですね、まず1個目がですね、アロエっていうのは多肉植物界の中でも、まだまだね、そういった認知度が低いし、地味なイメージが多いですし、アロエベラとかね、そういったね、よく身近に見かけるアロエとかを想像する方が多いと思うんですけど、やはりね、アロエのね、その個体一つの品種でもですね、個体によって全然ね、形状とか色合いとかですね、葉の色とか、まあ、そういったところもですね、微妙な変化があります。この微妙な変化がね、このアロエの一番の魅力でありますし、やはりね、同じ品種でもね、こうやって皆さん、二つ、ね、持っていただいて、どっちがいいかな、自分の好きなものを選んでいただけるっていうのもね、このアロエの一番の特徴なんじゃないかなと思っています。まあもちろんね、アカベとかディキアも同じ品種でもね、個体によって少し、若干、ね、変化はありますけど、アロエはね、やはり僕の中では、一番このね、より魅力がある、多肉植物の分類なんじゃないかなと感じています。まあ、なのでね、そのアロエの認知をもっと皆さんに知っていただくっていうために立ち上げたのが一つと、やはりね、アロエのね、まだまだ認知が低いということなので、いろいろな方に手を取っていただきながら、アロエをね、もっと世の中に広めたいなというね、気持ちで、このアロエリッド専門店を立ち上げました。まあ、なので今回ね、その記念すべき、去年天候で恵まれなくて中止だったので、ようやく念願の第1回のね、出店目が決まりました。はい。ね、いろいろとね、YouTube の中でのコメントとか、インスタとかでですね、いろいろとね、いろいろコメントをいただきました。この半年間お休みしていただいている間にもですね、チャンネル登録者数が、ようやくね、850人になりました。ようやくね、1000人っていうのもね、あと少しかなと思っているので、ね、やはり年内にやっぱ1000人行って、少しでもね、皆さんにこのアロエ専門店、アロエリッドを知っていただけるように頑張っていきたいと思っています。はい。なのでね、今回はですね、約半年ぶり、もうほんと6ヶ月ぐらい、投稿していなかったので、ね、ストップしてしまっているね、企画とかですね、月刊アロエというね、毎月、ね、1回、必ず投稿している、企画もちょっとストップしてしまっていたので、この約半年間どうなっていたのかっていうのをね、また次回、お知らせしていきたいので、ぜひね、そちらも、ご覧ください。そしてこれからもね、このアロエ専門店、アロエリッド、ね、アロエの特化したいろいろなね、僕なりの専門知識とか育て方のアドバイスとかを、どんどん投稿していきたいと思いますので、ね、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日もこの動画 ね、ちょっと気になったなと思ったらいいね、そしてまだチャンネル登録していない方ね、ぜひチャンネル登録、ボタンを押してください。はい、それではね、またイベントでお会いしましょう。